ポンちゃん。ポンちゃん。おはようございます、ポンちゃん。かわいい。あ、シンクも行く？シンクも行っていで。うん、行かないの？落ちたやばい。ジャン君。ジャン君も落ちたじゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、お手手がかわいいな。お手かわいいな、はい、パンちゃんのお手手。こうなっております。かわいい。パンのお手手かわいい。顔が映らんわ。お、ヤンくんのとこに行くのか。はい。仲良しだね。どんどん可愛い感じになっていくね、ポンちゃん。ポンちゃん可愛いね。ポンちゃん。ポンちゃんお腹の白い毛も可愛い。甘えたかったのにね、大人はなかなか相手してくれないね。今日はパパさんは髪の毛切りに行きますよ。いらっしゃい。ジャン君、今日はパパさんは髪の毛切りに行きますよ。今聞いたって言ってるね。はいはいはい。ポンちゃんもね。はい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 。斬新な髪型にしてきてね。どうだろうね。この辺の人はさ、髪の毛さ、ピンクの人とかブルーの人とかもいるから結構いるよね。大丈夫じゃない？あと年齢、はい、切る前の頭はこれです、うん、さあ、これがどう変わるでしょうか。髪を切ってきました。まあちょっと普通ですか。ただ、ライブにですね、出るにあたってダンディ、これちょっとテーマにしてますんで、普通かもしれませんが、この白いやつ、そしてちょっと立ち上がってんの俺。そんなにいつもそうでもない、立ち上がってないかな。まあなんかいろいろやってみようとは思いますが、どうでしょう。まあ秋ぐらいに、ダンディを開花させてですね、それ以降ちょっとまた、派手な感じというか、ちょっと木を照らっていこうかなと思っていますんで、今回はこんな感じです。秋にもう一回切るかもしれませんね。後ろ、はい、後ろ頭はこんな感じです。後ろです。はい、ハゲないね。ハゲはないけどね。はい、けど